こんにちは。フリーアナウンサーの村井由紀子です。言葉のプレゼント365日、今日の言葉、7月14日はこちら、おお、そうきたかです。ハプニングの時唱える、起こったことを不運と捉えるか、ゲームをクリアする気持ちに変えられるかが鍵。おお、そうきたか、今日の言葉です。生きていれば様々なハプニングは必ずやってきますよね。大小ありますが、そのハプニングが襲ってきた時に自分がどんな気持ちでいるかというのが大きな鍵となってくるのではないでしょうか。ハプニングが起こった、あー不運だ、ついてねえなーと思うのか、あーそうきたのか、じゃあどうしようかと気持ちを変えられるかが大きな鍵となると思います。例えば大切な商談、オンラインでの商談があったとします。さあ商談が始まるぞという時にインターネットがつながらない、さあどうしよう、マジか、最悪だ、あんなに準備したのに俺ってついてねえな、もうどうしよう、あっと頭を抱えてしまって、その悲劇を嘆くのか、それともネットがつながらない、マジか、おお、そうきたか、この状況を自分だったらどう転換してプラスに持っていこうか、どうクリアしていこうかと考える。スマートフォンのテザリングはどうだろう、つなげてみるけれど少し映像が重いのでなかなかカクカクしてしまってうまく商談にはならなそうだ。ではポケット Wi-Fi を持っている人はいないだろうか、今このパソコンをちょっと操作する時間に他のスタッフにテザリングではなくそのポケット Wi-Fi を持っている人がいないかどうか確認してもらおう、ちょっとお願いするよ、仲間の協力を得る、なんとかする、そして待っている商談の相手に申し訳ございませんと正直に現在の状況を話して、テザリングの場合には少し映像がカクカクしてしまうかもしれないのですが大切な気持ちを伝えられるように頑張りますのでとしっかりと伝えてから商談に入るとかですね、今できる最善を今なんとかしようという気持ちに切り替えられるかってとっても大切になってくると思います。また他のケースでいきますと、例えば融資を受けるためのプレゼンテーションの日、気がつくと原稿がない、レジュメもない、どういう流れで話すんだっけ、どうしよう、原稿がないと話せない、やばい、マジか、ついてない、いやそういえばあの時クロークの人がお荷物預かりましょうかって言ったあのバッグに入っている、はあ、あのクロークの人がお荷物預かりますかなんて言わなきゃよかったんだよ、あいつのせいだ、人のせいにするとかですね、原稿がないと無理だ、不運だ、ついてないやーと嘆き悲しむか、またはそこで気持ちを切り替えて、おーそうきたか、じゃあ原稿がなくても話せるところまでは話そう、いや原稿を作ったのは自分自身だから伝えたい思いは原稿ではなくここにあるんだと自分を信じてプレゼンテーションに臨む、詳しい数字のあのグラフとかはなかなか伝えられないかもしれないけど、あでも待てよ、携帯電話にはあの数字はきっと入っていた、調べて、お、じゃあこれを使って原稿はそのまんまじゃなくてもいいから伝えたい思いはしっかりと伝えられるように今ちょっと頭の中を整理しよう、すぐに切り替えるということですね。何かハプニングがあった時に嘆き悲しんで最悪だ、ついていない、不運を嘆いてまたは人のせいにしてしまうのではなく、今その状況下で自分ができる最善を尽くそう、おお、そうきたか、じゃあこのゲームをどうやってクリアしようかという気持ちに転換できるかどうかというのはあなたのこれからの人生の大きな分かれ目になってくると思います。何かハプニングがあった時におお、そうきたかと思う癖、ぜひつけてみてください。あなたの人生がもっとより良く、そしてあなたを信頼する人が増えるばかりか、自分自身が自分のことを信頼できるようにもっともっとなってくると思います。今日7月14日の言葉、おーそうきたかでした。ぜひこの言葉でどんな状況下でも
すぐに切り替えられる自分、その時間のその時にしっかりと最善を尽くせる自分になっていってください。応援しています。言葉のプレゼント365日、この動画ではあなたの素敵なきっかけになりますように、そんな思いを込めて毎日の言葉をお送りしています。言葉のプレゼント365日、今日も最後まで動画を見てくださいましてありがとうございました。ではまた明日の言葉でお会いします。村井由紀子でした。では。